今日はフローランテ宮崎に来ました。ゴールデンウィーク真っ只中、そして天気も最高ということで人がたくさんいます。さあ今日はどんなスマグルに出会えるのか行ってきます。今まで食べた料理で一番美味しかったものは何ですか？スマートフォンの中にはきっとその答えがあるはず。グルメはスマホの中にある。スマグル、今日はどんなグルメと出会えるのか。こんにちは、すいません、ちょっとお話聞いてもいいですか？皆さん食べ物の写真撮ってませんか？どちらから？今大阪です。宮崎から大阪に行った、はいはい、あ、でゴールデンウィークで帰ってきてたんだ、はい、食べ物の写真何かあればあるかな。あ、すごい素敵。いいですか見ても。これは？これは神戸で食べたやつで、チキン南蛮で。待って、すごい素敵、小鉢もいっぱいあって。どうでしたそのチキン南蛮は？神戸の。美味しかったです。こんにちは。今スマホの中のグルメの写真を聞いて回ってるんですよ、はい。今日はこれから何かイベントですか？今から歌を歌うんです。歌を歌う？私は。あ、歌われるんですか？僕も歌いたかったね。見せてください。ひじり屋のラーメンです。うわー、なんかボリュームすごい。スープがもう見えないぐらいなんか具沢山なんですけど、はい、二郎系の。二郎系、はい、結構がっつりですねこれ、はい。奥さんも食べます？私は行かないです。はい、行かない。仕事帰りに行って帰ってくる。仕事帰りに旦那さんが行くラーメン屋さん、はい。あ、じゃあ頑張った体にもうガツンっていうご褒美。そうです、はい。スマホの中のグルメの写真を聞いて回ってるんですよ。なんかスマホの中で食べ物の写真撮ってません？多分自分で作ったの？だってあ、そうだ、あのなんか作るの？はい、オムライスです。すごい、かわいい。今作りました。え、上手じゃない。はい、え、お母さん食べたことあります？あ、昨日オムライスを。どうでした？美味しかったです。え、ちなみにこのオムライスを私が食べることってできますかね？出れないでよ。いいじゃない。延岡出身だから最悪あの実家からすぐ行けるから。お母さんが来れないって時でも私は行けるから大丈夫よ。スマホの中のグルメ写真、はい、なんかスマホの中に今まで食べた何でも思い出に残ってる食べ物の写真。なんだろう。なにちゃん？なにちゃん、なに名前？かわいい、めいやちゃん。めいやちゃん。めいやちゃん、かわいい、おしゃれ。ちょっと待ってください。うん、全然ゆっくりで。4月に引っ越してきたばっかりで、あんまり。え、どちらから？出てないんです、愛知県から。ご出身が？あ、出身埼玉県なんです。え、なんで宮崎に？旦那さんの転勤で。はぁ、なるほど。青島のソフトクリーム。え、美味しそう。いいですか見ても？はい、めっちゃ持ってます。え、美味しそう。青島の？青島のです。なんてとこの？青島屋っていう青島神社のなんか鳥居がついてるみたいな、ね。これ結構いろいろでもトッピングもありますね。そうですね、白玉、うん、白蜜きな粉みたいな。素敵、美味しそう。天気がいいので、うん、お散歩できる景色のいいところ行こうってことで、うん、ここにしました。はということで、宮崎の定番観光スポットといえばここ青島神社の参道入り口にある青島屋の新名物ソフトクリーム、白玉きな粉。いただきます。うま宮崎。お、すっごいね、ソフトクリームが濃厚だ。ミルキー感がね、すごく美味しいですよ。で、今回は
青島ソフトの中から8種類あるんですけど、白玉きなこ味、なんか青島といえばの名物を新しく作りたくて、新しくこの青島ソフトを半年前ぐらいに作ったらしいんですけど、やっぱりねこの青島神社ってすごい観光スポットで有名だから、その象徴の鳥居を入れて、でこの青島で食べる、この最高の環境の中で食べる美味しいソフトクリームは、やっぱりなんか宮崎を味わう味っていう感じで、なんかねその鳥居を、うん、願い事をこう考えて食べたら叶うらしいですよ。本当に？あ、そういうのもあるんだ。願い事を込めながら鳥居を食べる。ちょっと何も考えず食べちゃった。こんにちは。ちょっとお話をお伺いしてもいいですか？何か今まで食べたもので、これ思い出に残ってるなとか、いつもこれ食べるなみたいな。何でも。何でも。うん。私これが好きなんです。何ですか、これは。これ何ですか？セブンの砂ずりです。それはあんまりですか？いや、いい。あのね、初めて。あ、ですか。コンビニのおつまみ初めて出ました。新しい。七味をかけるのが大好きです。なんかもうめんどくさい時とか、時々。え、でも一人で？あ、一緒に。あ、旦那さんも一緒に、あの七味かけて。はい、一緒に食べます。コンビニのぜひ食べてみてください。うん、食べてみる。七味かけるんですね。はい、わかりました。はい、やってみます。こんにちは。取材ですか？はい。お店を教えていただくことはできますか？店はそこだけど、この前行ってきた、アジサクって。アジサク？すごい。伊勢海老？伊勢海老。アジサクさん？そう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 。これはちょっと高級なお店ですか？いや、普通の店だと思いますよ。どんな時に行くお店ですか？解禁になるでしょ。はい。あの時に行きました。え、それ毎年行くんですか？今回はここに行きましたね。あ、じゃあ毎年伊勢海老の解禁の時は大体食べに行く。で、今回はアジサクさん。そうそうそう。どうでした？美味しかったですよ、ここ結構。こんにちは。テレビの撮影ですか？はい、そうです。では今スマホの中のグルメの写真を聞いて回ってるんですよ。え、この宮崎のがいいですかね？宮崎だと嬉しいですけど。宮崎だと嬉しい。あ、ここか。これいいかもね。アジサク。アジサクさんにこう ママ友で行った時に、うん、ピリ辛チキン南蛮定食を食べました。え、見たい見たい。どうぞ。美味しそう。ピリ辛チキン南蛮。はい、ピリ辛チキン南蛮。どういう感じの辛さなんですか？結構辛かったです。思ってた以上ピリ辛じゃない。2人で他のお母さん頼んだんですけど、うん、想像以上にちょっと辛かった。でも食べきれましたけど全部、うん、はい、美味しかったです。アジサクさん、初めてのママ友会で行った時に。何ママ友会でアジサクさん選んだんですか？あ、やっぱりこう座敷があって、うん、で個室でもあるっていうので、ちょっと子どもたちが小さい子が集まっても、うん、行きやすいでって、アジサクさんに行きました。ピリ辛チキン南蛮。はい、わ、それは初めて聞いた。本当ですか？お願いします。お願いします。お願いします。スタートのお願いします。このアポ取りお願いします。すべてお願いします。任せなさいよ。もう慣れてきましたよ最近このアポ取り。ゴールデンウィークですよ今日。絶対多いだろうけど任せなさいよ。さあ、お忙しいだろうけど、よし、行ってきます。あ、お客さんが出たかな。こんにちは。こんにちは。
すいません、あのヨカ番っていう番組なんですけど、突然すいません、今ちょっとあの町の人たちにこちらのアジサクさんのお料理がとても美味しかったっていうのを聞いて、突然なんですけど今日ちょっと食べるところを撮影させていただくことって可能ですかね。もうカウンターの端っことかでも。あ、そうですか。はい、すいません、今日も満席なんですけど、はい、ゴールデンウィークですよ。ゴールデンウィークだからもう本当に満席で忙しい。カウンターで OK! やった、合体戦、嬉しい、あざっす、あざっす、あざっす、満席の中カウンターの隅だけピリ辛チキン南蛮。一軒家の広々とした店内で新鮮な食材を使った和食や洋食ランチが楽しめるアジサク。週末はほぼ満席という人気店。残念ながら伊勢海老は食べられなかったが、ピリ辛チキン南蛮をいただけることに。ちょっと想像以上のボリュームですよ、すごい。で、あのピリ辛だけどちょっと辛かったですって言ってたのが分かります、見るからに真っ赤です。タルタルソースもやっぱりしっかりつけて、いただきます。うん、うん、あ、あ、待って、辛っ。あ、辛い、あ、辛いけど旨味あざき辛っ。確かに想像以上に辛いですね、これ。最初はチキン南蛮の南蛮酢の美味しさが来るんですけど、辛さが後から追って追って追って、すっごい体の中を熱くしてくれる。ただ辛うまい。あとすごくチキン南蛮がカラッと揚がってる。ちなみにこの辛さはあの一番最初は本当にほんのりのピリ辛だったんですよ、だったらしいんですよ。ピリ辛スタートだったんですけど、あのお客さんがもっと辛くしてほしいっていう要望がありまして、店主さんがそれに応えて辛くしてったら、だんだん辛くなって辛くなって、もうこのだからもう激辛の辛さまで行き着いたらしいんですよ。ただ店主さんに聞いたら、店主さんは辛いの苦手らしいです。いや、これからの夏になんかいいんじゃないですか、この刺激。うん、いや、美味しい。そしてご飯がさらに進む。さあ、続いてやってきたのは宮崎育成牧場。ゴールデンウィーク中日とあって、遊具で楽しむ子供で大にぎわい。これはスマグル豊作の予感。スマートフォンのグルメの写真。あ、聞いてきて、ありがとう、ありがとう。スマグルある？今スマホの中のグルメの写真を聞いてるんですけど、日南駅の横にあるラーメンなんですけど、うん、おお、泡クリームみたいな、うん、ちょっと思いました。なんかスープが泡立ってましたよね。泡立ってますね。どうだった、ラーメン？美味しかった。美味しかった。気になる、泡立ってるスープ。さらに、待って、すごい、何これ。シェラトン、いいところのパスタ。鼻をほじりながら。どうでした？驚きのスマグル連発で取れ高満載。詳しくは近日放送予定、お楽しみに。7万円しました。